にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、川崎、神奈川県の川崎にあるゲームセンターウェアハウスという場所に向かっております。最近ツイッターでバズってたのを見まして、とにかくね、その川崎のウェアハウスというゲーセンが見た目がすごいんですよね、内装が。なので、そして11月17日か、2019年の11月17日に閉店してしまうそうなので、一度はちょっと足を運んでみたいなと思いまして今向かっております。存在自体はね、知ってたんですよ、昔から。ただなかなか行く機会がなくて、川崎はね、競馬場しか行ったことがなかったですね。なので今回は思い切って、行ってみます。大経営について、千葉の市川の大経営について、2カ所目ですね、ゲームセンターに行くのはね。ではレッツバスロマン。はい、到着します。さっきね、ゲーセンの前通ったんですけど、一瞬すげえ混んでた、平日なのに。どれだ、これかな、これだ、ほらもう人が、なんじゃこりゃ、ハロウィンだから。ちょっとやば、車の数と。止めるとこ見つけまーす。はい、着きました。もうすでにね、人がかなり多くて、撮影会が始まってますね。これモザイク行きですわ。これ入り口です。入ってみました。これ下水だわ、怖っ。すごっ、すごい、本当に人だらけ。
しいゲームが多いですね。うわうわ、ジョジョ、これジョジョやったことある。うわ、これ楽しかった。神ゲートイレ入ってみます。人いるからそのまま入ってみます。人が多くて何回も言うけど、あ、メダルコーナー見えてきましたね。ここはまず普通そうだな。やっぱ一部だけなんですね。すごい広い、ほんと広い、やべえ、結構遊べちゃうな。先ほど2階で見た風景が3階から見えるっていうような感じですね。すごいこの世界観で、下を見るとこういう感じですね。やはり一部だけだな。三階も結構懐かしいアーケードゲームが多いですね。ある程度動画撮ったらゲームで遊びます。 R タイプ、広さよ。はい、ちなみに3階のトイレはどんな感じでしょうね。行ってみましょうか。はい、いたって普通ですね。ではラストのフロアですね。あ、人がいますね、いきなり。あ、ここは普通だな。あ、比較的に新しい。おそらく卓球とビリヤード、卓球とビリヤードがずらーっと奥まである感じかな。ダーツもあるな。はい、やっぱり2階と3階の一部とあと1階かがすごくいい雰囲気の場所でしたね。それ以外はもう本当に巨大なゲームセンターでした。本当に何回も言うけど、もっと早くからここに来るべきでしたね。1日楽しめそう。というわけで何かゲームして楽しみます。みたいのがあったみたいですね、これね。有料1500円ですけど、みんななんか紙をね見て探してるなと思ったんですけどね、これはやらないです。外観です。歩道橋があるんですけどね、歩道橋から見るとちょっと遠いんで、こんな感じの外観でした。はい、ゲームセンターを出ました。午後9時ぐらいなんですけれども、現在それでももうどんどん人が来て、
もうちょっと混んでるゲーセンあんまり好きじゃないんで出ちゃいましたね。というかね、あの規模で駐車場が無料でよくずっとあそこにあったなっていう感じはしますね。あれは大変でしょうね。立地的にもすごくいいし、どういう理由で閉店するかわからないですけど、この動画がアップされる頃には残り2週間切ってるのかな、残り少ないですけれども、よかったらですね、ウェアハウス川崎、皆さんも遊びに行ってみてください。本当に独特な風景ありました。ではまた面白そうなスポットなどがありましたら、そういったところですね、行ってみたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価、概要欄からよろしくお願いします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。